いない、どうしよう。ちょっと待って、ホワイトボード取ってきたいんだけどさ、下今学校のジャージなんですよ。リアルを言うと本当にリアルでごめんなさいなんだけど、だからさちょっと立てないというか今取りに行けないんですよね。ちょっと待って、どうしよう。一旦、いや待って、無理か。これどうやったら画面で消えるんだろう。ワンピースみたいにさ、こってればいいのに。お礼します、しますよ、そりゃ。一旦いや、お礼します、します。ちょっと待って、あ、いいこと考えた。これをそういうことか。いたたたた、本当に映ったらやばい、本当に個人情報。ちょっと待って、あ、こっちから行った。ちょっと待って、本当にバカですね。さっきまでスカート履いてたんですけど、ちょっとね、やっぱちょっと一瞬、あ、こうすればいいんや、賢い自分、天才、ありがとう。こうして、こうして、だろ、つまり これは結構ちょっと緊張するかもしれない。どうしよう、どうしよう、ちょっと、ごめんなさい、コメントあと全部読むから。あの、可愛いって言われても嬉しい。ちょっとそれどころじゃない、ちょっと待って、本当にどうしよう。あ、こうしたらいいんだ。できた、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 おめでとう。できた、やった、映ってないね、よっしゃー、勝った、ありがとう、よかった。やばい、配信や、今ちょっと待って、生放送、ちょっと待って、大事、ちょっと痛い、一瞬失礼。こうして、こうして、あー、よかった、できた。ちょっと待って、本当に今マジでやばい、マジでやばい。ちょっと待って、痛い、オッケー、よかった、ふう。はい、では配信します。こんばんは。ちょっと待って。ちょっとお礼書きます。あ、どうもどうも。やばい、サッチのパクったみたいなんだけど、サッチアレーって書こう。あ、はい、すいません、無言だった今。リチャさん、タワーありがとうございます。お話し会もありがとう。サチアレー取れましたか。
ちはりさこのサインです。ありがとう、ありがとう、りさこちゃんもさちゃんありがとう、ありがとう、りちゃさん今日もお話し会ありがとうございました。幸せになってください、自分もなります、ありがとう。すいません、ちょっと初っ端から学校のジャージを履かなければねスムーズに立ったんですけど、すいません本当に。オッケー、よかった、ありがとう、ありがとう、りちゃさん、ありがとう。はい。今日は12時までやります。ではコメントを読んでいきます。めっちゃ最初戻るね。こんばんは、あ、こんばんは、あのさ、ホタテさん昨日タワレコ行ったんだね、さっき見た、めっちゃ爆笑しちゃった、ごめん、今日帰ったんだよね自分。おろしか、え、ねえ、え、待って、え、ツイート見たよ、あれガチガチ、あのさっきのツイート、りさこね何秒か前にね見たことあるんよ、ホタテのツイート、ありがとう、え、ほんガチガチだった、ガチって言って、今日お話しかありがとう、ありがとう、トーノさん、ありがとう、こちらこそ、もう最後ありがとうございました、幸せになってください、サチアレ今日も可愛いやろ。今日も可愛い、あ、ひなつん久しぶり、やっほー、そう、ワンチャンラスト配信かも。タワーすごいね、ホワイトボード係テレワークの時、え、やろう、え、てかもうりさこ、あの明日のが嬉しすぎて、さっきツイート見た時、本当本当か分かんないから、本当か分かんないからにやきれないんだよ、画面離れて、あ、僕はりさこ応援隊ね、ありがとう、僕隊楽しい、あ、ありがとうございますね、来てくださってありがとう、マジで、え、自分も僕隊のアーカイブを見返したんですよ、マジで泣ける、あれ本当に、あの僕隊の最後のコールガチでやばくないですか、あれちょっと遠ざけ、本当にすごかった、マジで嬉しい。ありがとう、サチアレ、スクショ OK、 よかった、あ、トンちゃんお話し会、こちらこそありがとうね、いつものあのカーテンの雲のいいです、いいです、ありがとう。ありがとう、ありがとう、北清水配信がそうなんですけど、あのですね、北沢さんのご自宅があの汚いっていうことであげてもらえなかったんですよ、でちょっと厳いねってなって、で、まあ、実質昨日北清水で配信したからなんかもういいんじゃないって最後の最後まで北清水っぽいんですけど、北清水配信はもう昨日だったかもみたいな感じになりました、すいません本当に、まあ、写真はねいっぱいあげると思うけど、あたりの順次で逆逆逆なの、りさこのりさこのとこだから、でもねマジで爆笑しちゃった。ガチってやっぱね、さ、小平ならやってくれると思ったんよ、マジで好き、昨日のしんさこちゃんって好きっていうのいいね押したかったけどやめた。森ちゃんに会えんのつらい、大丈夫、もうあの昨日の僕隊を見たらあのもうもうもうって感じ。どういうこと、なんかもう昨日の僕隊を見たらもう今までのこう、うん、なんて言うんだろう、なんかもうりさこのアイドルの中集大成っていうのか分かんない、なんかそういうのがもう全部全部こもってるから昨日のはいいです、本当に来てくれてありがとう、
はじめまして。はじめまして。ありがとう。こんばんは。コール泣ける。マジで泣ける。本当に、りさこさ、アーカイブさ、見返したのね。マジでさ、自分もらい泣きしてる。しかもなんかアップ多いじゃないですか。ありがたいんかちょっと恥ずかしいんかわかんないんですけど、自分アップ多くて、なんか、顔面パンパン。めっちゃ画面パンパンやった、思った以上に。でも、そんな関係なしに。関係ないので。関係ないんでね。ね、北清水っぽい。キウイ。明日、あ、ひなちゃんツイート見たよ。明日 JK の格好、現役だもんね。ありがとう、みちゃさん。明日ありがとう、ありがとう、お疲れ様です。ありがとう。昨日の僕隊見たらもう泣いちゃう。それな、ねえねえ、アンコールのさ、あの発動コールってさ、ホタテが言ってくれたん、あの第一発言者みたいな。分かんないけど、あのカーテンの背景、今日で見納めね。でもいっちゃん最初の4月からやったから嬉しかった、ありがとう。ね、めっちゃらしいよね、北清水配信多分。しかもリサ子は悪くないから、これいちごた見てたらちょっとごめんだけど、リサ子は悪くない。いちごが、いちごにあの配信しようっつって、ちょっと部屋きれい、なんかね、2週間前からもうずっときれいす、りさこのためにしてくれって言ってたけど、やっぱレッスンとか忙しいから時間がやっぱ取れなくて。でもそれはしょうがないし、別に誰も悪くないから、別にしょうがないけど、まあそうなってるから、手シリーズはないから、今日はリチャ配信です。今日は歌いますよ。あ、多分今充電しとるけん、多分だけど、もうね、めっちゃせっかくしゃみ出そうなよね。昨日の僕隊は今年一番のコメント、嬉しい、ありがとう。自分もです、自分も本当にやばかった。あの僕隊は卒業後に北清水配信して、私としてはいちごの卒コン呼ばれました。昨日何年後って話だけどもう決定だから。なんか喜んでいただける、やっぱさ、ホタテだよね。もうマジで嬉しかった、ありがとう。ステージのメンバーも、来ていたメンバーもみんな泣いた。多分みんな泣いてくれ、なんか言い方おかしいけど泣いてくれたと思う、みんな。でもヒータンは泣いてなかった。でもなんかこらえたって言ってた、泣いた、ヒータ泣いたって言ったら、こらえたよみたいな言ってた。待って、寒い、暖房入れたいけど暖房もあっちゃうから、そこ移動したくないから、もう1時間我慢する。寒い。ドゥドゥドゥ、ああコメントが消えた。オッケーオッケー。大変だったらおし、短かったけど、りさこちゃんアイドル生活楽しめた。めっちゃ楽しめた。もうめっちゃ楽しめました。でもりさこは本当にアイドルになってよかったって、心の外からそっとこ心の底海底、心
心の外から思います。外こからそこから思います。本当にアイドルになれてよかったです。応援ありがとう。本当に本当によかった。コールめっちゃ感動した。私も初めてリサ恋人。あ、みさみさちゃん、あのね、あの一番前に座ってたのめっちゃ可愛かったし、すぐ分かった。ありがとう、リサコールしてくれたの。リサ恋人ありがとう。リエチ推しだよね。リエチのことよろしくね。プリ取った。そう、あのね、マジでおもろい、本当におもろくて、あの14人でプリ取りたくてちょっと言っとったんよ。でもなんかマジでおもろい。あって、これおもろい。あ、待って、スマホあった、あった。昨日ねプリ取ったんだけど、なんかこういうプリなのね。でこれもらったんだけど、あの普通さプリってその2人とかで取るの、2人とかで14人入るわけじゃない、ないじゃないですか。なのにめっちゃぎゅうぎゅうなって、めっちゃぎゅうぎゅうなって入ったんですけど、もう本当にもう誰も、もう盛るとかじゃないんです。もうあの写真とかじゃなくて、もうとりあえず入れればいいみたいな振りにでだったんけど、なんかなんかノアとユウナが普通のなんか普通のね、普通の設定があるのに、なんかチーカーとコラボのやつをなぜかあの二人が選んで、チーカーくっそ邪魔なんですよ。このね、このチーカーさえいなかったら、あの本当に下の子も映んのに、なんかなぜかチーカーとか映っちゃって、見てこれ、ほら本当に邪魔。もうこれほんまなんでいらん設定したのか分かんないけど、本当みんな落書きの時にチーカーマジで邪魔で、お前どけよみんな言ってて、マジでおもろくて、本当にチーカーは邪魔。でもそれが逆にいい味を出してるんです。だってこのプリの、いそこもこれ一生プリ、あのスマホの裏挟むんですけど、もうこれは一生スマホの裏に挟むしマジでおもろい。リサ子はね、これとか、え、ここリアチにチューされてんの見える？これ、リアチよくチューしてくるんです。可愛いからいいけどよくリアチはチューしてきます。本当に面白い。そう、ね、暖房はつけないです。上を着る服はないですそこから、そうね、ヤフベリさんもさ、ずっとオーディションの時から2回言っちゃった、応援してくださって、本当に会ったことも話したこともないんですけど、ショールームだけは毎回来ていただいてありがとうございました。本当に会ったことないから分かんないけど、お顔がよかったね。本当出会えてよかった。消すなよアイコン、明日は話せるからね。そこですね、笑わないでください。おもろくないですよ。マジでホタテかわいそう、本当にかわいそう。一日違いだよ。え、しかもさ、北沢と清水のなんかひっついてたんです、プレートが。あ、まさかホタテの仕業？やめて、落ち着こう。それな、落ち着いて、書いて、手紙出して、え、ありがとう。マリアナ海溝、え、どこ？北海道とか、それはよかったね。山口公園ね、え、山口公園本当に楽しかった。え、もうやばいよね、14人のプリクラなんで。え、もう無理、じゃあもう無理やりの承知の助で、あの本当に撮ったんですよ。よく入れたね。マジでそれな、高校の体育さんのうち、え、マジでそれ、うちは持っとけばよかった14人です。え、やばい、ぎゅうぎゅう詰め、それな、ちいかわで隠れ、
本当にそう、面白いんだよね。でも大好き、本当に同期。なんかアイドルってめっちゃギシギシしてるんかなとか、なんかみんなライバルだから仲悪いんかなとかやっぱ思うわけですよ。不安だったし、でもめっちゃみんな優しくて、普通の今時の子って感じだから本当に楽しかったえ、マジで邪魔する、本当にね。ちいかわめっちゃ邪魔でした、本当に本当にあ、面白い。ちいかわかわいそう、かわいそくないの、 NG みたいなやつ映ってない本当にマジくっそ邪魔、くっそ邪魔、本当にプリ可愛くて、ひなつん、もうひなつんにも会えないと思うと心が痛むぜ。ヒーターのことよろしくね。リアチは公演中リチリチャリチリチャですチューしてたの見ました、リチュ、そう、リアチューチューしてからチューしたしてくるから、リソコもした、あの司会しました、リアチューリチューをまあいいお姉ちゃん、そうだよ。あ、ゆうちゃん今ついてみて、ゆいにゃんとのプリか、え、嬉しい。あ、そう、あのね、ゆうちゃん聞いてる、そこ今日のプリめっちゃ漏れたけんのしたんよ、ありがとう、明日会えるね。皆さんまだ見てない人いたら、あの今日のゆ奥田ゆいなとお出かけしたんですけど、その時に撮ったプリを皆さん今 X をご覧あれ。さっきもうショールーム始める10秒前に投稿しました。だからりさこのあのプリ見てほしい、マジで可愛いよ、今日のプリは可愛いです、ぜひご覧あれ。今すぐ結局だ、直接もらう見けなかったね、会ったことないからわかんない でも来てくれるから嬉しいです。知らねね、いい、ほんまに明日で最後、最後らしいですプリクラデッチ、あんにょん、あんにょん、こんばん。ギネスはやばい。あ、うち、やっほー、やっほー、美人嬉しい、ありがとう。まおちゃん久しぶり。あのさ、なんかなんだっけ、なんかのなんか願い事でさ、りさこのオンラインお話し会来れますようにみたいな言ってくれた、覚えてるかな、言ってくれて本当に嬉しかったけど、それを叶えてあげられなくて本当にごめん、まおちゃん本当にもう泣きそうだった、ありがとう。でもまおちゃんと出会えてよかった、サバさんとまおちゃん、あの幸せになってね、本当にありがとう。まおちゃんに出会えてマジでよかった、嬉しい、まおちゃん大好き、ありがとう。明日天気良くなる、え、明日雨なの、あ、わかんない、ちょっと待って外見たけどわかるわけないわ、何言ってんの。ちいかわがここまで悪く言われてんの初めて、本当に死ぬ、ちょっと待って、本当にちいかわお前邪魔だよ、本当に本当に本当に邪魔、特にね、りさこが一番ムカついたちいかわこれです、これ、何これ、あんた3人分ぐらい撮ってるよこれ、ほら頭が1、2、3、3人分撮ってる、てんてんてんじゃないのよ本当に、こっちが言いたいわっつってね、大好きこれ何今の、今の何、なんか今のめっちゃちょっと今のやばかったかも、何この、こんな、ごめん、角度つけて可愛いポーズしてとかそんなにさ思ってないから。お手紙を一応当てだったらねカモフラージュ What do you mean カモフラージュって、おととい倒れ方見えて、あ、そうなの、ありがとう、遠いとこからありがとう。ひーたのこと任せて、りちゃん大好きだ、ひなつん大好き、ありがとう、ひなつん、大阪でりさつんポーズはもう一生の宝物にしましょう。
八重歯だよ。でも歯並び直したいの、早く直したい。最速でいいね。質ありがとう、嬉しい。プリ取りたい、ウッチいいよ。奥田ちゃんの彼女感すごい。え、奥田ちゃんの彼女感、奥田ちゃんの彼女感って、梨紗子が彼氏ってこと？え、小平梨紗子のこと彼女にしたいと思わないの？ごめん、本当にやばい自分。どういうこと？梨紗子が彼氏感ってこと？可愛くない？めっちゃだるいやん自分。可愛い。りちゃんに会いたかった。りさこもまおちゃん会いたかった。まおちゃん会いたかったよ。まおちゃん、まおちゃん、まお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 ポーズ。もうこれアイコンしていいよ。あ、ダメか、こんな格好薄いのはダメだね。なんかこれ使っていいからね、全然。りちゃんがブログでりさこちゃんのこと書いてて見ましたか？まあ見てない。マジで見たい、ありがとう。ねえ、さっちもね、昨日泣いてくれて。幕張行けないんですよ。かわいいプリクラやったね。セレモニーとかはないですよ。明日お邪魔する。明日が来てほしくない。え、みさみさちゃん来てくれるの明日。ああ嬉しい。話そう話そう。私も泣きそう。リチャと出会えてよかった、大好き。リサ子もマオちゃんずっと大好き。さっきの撮れた。ホームガにしてはさ、横が横すぎるよねこれ。 LINE のさ、アイコンの後ろの背景とかどうなんこれ。こんなんいらんか、いらんな。いらんか。雨降ってんの今。うんじゃねえだよマジで。マジでそれな。うんじゃねえんだよ、うんじゃねえんだよ本当に。マジでふざけんなお前。マジふざけんなよ。お前邪魔やからな。喋んなちいか。ほんと。お前黙れ。見て。しかもさ、なんかこれさ、ちっちゃくさ、これ、これ、ちっちゃく、あ、待って、ここ爪割れてる。ここ投げない。ここさ、ちっちゃく収まってると思うやん。ここの3つ。この3人兄弟。うん、なんかさ、散らばってんの、綺麗に。見る？ 3 人綺麗にやって、見事顔隠してんの。で、こいつ、お茶飲んでんからな。まあ、お茶飲めないよここで。でこれもなんかやってて、何、まあ可愛いから許すけど。可愛かったら許されるんですよね。今後ちいかわ見るたびに笑ってしまう。それな、いい思い出。でもちいかわポーズね、な、ないないよそんなの。会えるの楽しいで、明日行くのも嫌なの気持ちだって。でも最後ありがとう。ゆうちゃん、ありそこも嫌だけど、ゆうちゃん、ゆうちゃんに牛脂を絶対ダメだけど。奥沢もなかなか組み合わせだよね。そうだから、ありそこゆいなに言ったの、いちごよろしくねって。いちごよろしくねって言った。明日でラスト。そうなんですよ。ツイッターのヘッダーにしようか、スカート。え、全然大丈夫マジで。ちょ待って、もうちょい顔面可愛くし、ちょっと待って、ちょっと待って、色付きリッパー向こうだからちょっと取れないから、ちょっと待って。ちょっと待って、 OK、 はい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 、ちょっと待って待って、ふう、え待って、りさこまおちゃんのアカウント知らないんだけど、どれだろう。りさこ大丈夫、アカウント探すの得意なんで任せてください。怖っ。皆さんのアカウント探すの得意なんですよ。うん、何が可愛い。ちょっと待って、本当にね、左と右の角度大事なんですよ。見ないで、みんな、皆さん見ないでください。ちょっと見ないで。ピースだけじゃ思わないな、可愛くないなっていうか。え、どうしようどうしようどうしよう、ちょっと待って。ドドドドドドラえもん、ドラえもん、どうしよう、何のポーズしよう。ちょっと待って、真央ちゃんリクエストプリーズ。あ、結婚して2年。えー、えプリ
リを一緒に撮ってくれたら小平いいよ、結婚彼女になってあげよう。ダメだよ彼女いる、サバさんダメだよ、奥さんいる、あの普通にあのあれですよ、真央ちゃんいるから、真央ちゃん守って、小平はあの他の女のとこ行くからすぐ浮気しちゃう、みそぼ彼女なんても。見て、あとスマホにねユミリンさんの卒コンも入れてるんだ。めっちゃくしゃみで育ってきた。カロキョウさん結婚してダメです、もうあの仕事で仕事中に夢力を踊る人はちょっと無理ですほっぺに片手ハート、あ任せろ任せろ任せろ、オッケー。うーん、可愛いですかこれ、可愛くない気がする、大丈夫、可愛いこれ、長さが気になる。りさこがボブになったらこんな感じ。あ、わかんないね。いや。ホタテさん、ホタテ。ホタテはね、どうしようかな。でも、ごめんりさこ、ホタテ嫌いなんだよ。ホタテ様、ホタテ自身じゃなくてりさこ、ホタテが嫌いなの。ホタテ食べれないからちょっと無理かわ。ネグルさん結婚して、ちょっと無理かもしれない、ちょっとネグルさん、やばい、ちょっと誰ですか結婚してレンチャン投げる、もう誰、小平のせい、小平が最初スタート投げたから。ネグルさんはあのダメです、とにかくよし、あたいダメ、ホタテムダメ、明日最後ポーズどうしようかな、え、それな、どうす、あ待って、コメント読んじゃった、え、もう全然投げ中、もう中とかでもいいよ、何でもいいよ、ちょっと待って、どうしよう、うっちあったか配信ありがとう、うっちー、うっちんと結婚しようかダメだよ、どうしよう、ちょっと待って、とんちゃん結婚して、とんちゃんはあのあれ、あの後ろのカーテンが雲だからダメ意味が分かる、可愛いめっちゃし、あ、よかった、おーちゃんスクショした、ありがとう、ぜひ使ってくれ、ありがとう、まおちゃん、え、まおちゃんのアカウント知りたいからさ、清水梨紗子、ハッシュタグつけなくても清水梨紗子って言ったら出てくるから、あのつけてくれたら見るね。カズさん結婚して、カズさんはあの普通にソラハさんいらっしゃるからダメだよ、ダメ、無理無理、ダメだよ、トーノさん結婚して、トーノさんはあの仙台だからダメです意味わからん、草とか言わないで、ホタテ嫌いなんですよ自分、あのプニプニしてるの無理、あのでもありがとうちいちさん結婚して、ちいちさんはあのいちごじゃないと、いちご、いちごとしてください、本当に、え、大喜利どころじゃないよ、やめて、本当にしないです皆さん結婚っていう感じでね、そういうのやりたかった、めっちゃかわいい、ありがとう、ねえ、ありがとう、うち明日会えるの楽しみしてるよ、求婚タイムですね、礼儀として私も投げねば礼儀なの、いた、今日さ、え、今日のプリ見ました、ゆいにゃんとのプリ見た、プリどこやったっけ、じゃあ、お財布入れたんだ、いたたたたたた、あ、待って、お財布こっちやった、やばい、手相占いされた、天使やば、手相見ないでください、ひなちゃん結婚していいよダメ、ひなちゃんはあのひなさんがいらっしゃるからダメだよ、ダメだよ、私の今日のゆいにゃんとのプリがマジでめっちゃめっちゃめっちゃ
可愛いんです、可愛いんです、これ見て、これえやばない、めっちゃさ漏れてない、待って、自分で自分のことなんか漏れて可愛いとか言う女って変えるかもしかして、いやこれは可愛くないんですけど、梨紗子の中ではどう、え見える、え誰って感じだけど、え待って、この後に自分映すの嫌だな、えどうしよう、えやだ現実現実、これが現実の顔面なんですけど、これを撮りました、今日のプリクラ、一生大事にするぜ、思い出だ、マジ現実これやだ、本当にやめっちゃ顔でか、ほっぺでか、やっぱプリって良くないと思う、プリってさ加工このちょっとこんぐらいがリサ子ぐらいじゃん、だからプリは嫌ですね真央ちゃん結婚して、えいいよやりさ、真央ちゃんのアカウント分かんないからダメだわ、真央ちゃんのアカウント分かったらちょっと考えてあげてもいいかも、ちょっと厳しいかないと一語のことは任せてくださいね、聖地巡礼してきました、何も聖地巡礼、求婚半年以上断られてます、それはもうやるしかないです、もうね女を振り向かせたかったらとにかく追いましょう、皆さん追ってください、あ面白い、結婚生が良かったんで結婚しましょう、いいよいいって言うと思う、いいよ明日来てくれたら返事しよう、あそう来てくれるんか、嬉しいコメントインについて、え見る後でありがとう、待って危ない、学校のジャージ見せるとこやった、危ない、2枚目は、えどこが、何言ってるの、えどこがハートなのこれ、いやハートじゃないよこれリチャコますますこがやろ、こうなってるから、ユイニャン可愛い、ユイニャンも小声でもいいよ、可愛いもんユイニャン、いい感じ自分で言わなくてもリアルも可愛いよ、なんなそんなカタカナ、思ってねえやろホタテ、ずっと思ってねえよ、ユイニャンいいね、ユニャン、やだ現実、マジそれマジで現実かわいい、黒ありがとう、コーディネートいい、りさこちゃんと結婚できたら絶対幸せする、嬉しい、ひなちゃん考えちゃおうかな、ちょっと考えちゃおうかな、千鶴子さん結婚して、そうですね無理ですねちょっと思いつかない、ごめんなさい無理ですごめんなさい思いつかない、でもみんなにも言っちゃってるからネタが尽きてきてるんだよ、明日来ないでほしいけどやっぱり楽しみ、えわかるそれ、よしここくんハート2つありがとう、ありがとう、ドゥ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 、ありがとう、うっちくまありがとう、うちくまありがとう、振り向かせるならおえは死言、
何それ、振り向かせる恋愛でってこと？振り向かせる、振り向かせるなら俺ってどういうこと？誰かがアンネ・フランクさんみたいな方が書いたのかな。寒いよ、太陽が昇る時も太陽が沈む時も僕らを見守るような。オーディションで一押しが出ちゃう。そうなんだ。じゃあもう次はユイには押してもいいかもね。それはうん、髪がしつこいな。あ、伸びたの自分。思いつかネタ切れなんです。そう、ネタ切れ。お疲れ様、ワンちゃん明日。ありがとう。ん、ワンちゃん明日、明日来ないってことで、前来るって言ってなかったっけ。言って結婚しなくていいんで元気にする。あ、あれ本当にいい人やわ。そういうの大事、ありがとう。あの、幸せになってくださいね。あなたも幸せになってください。昨日は声ありあ、キュンリさんこちらこそ来てくれてありがとう、ありがとうございました。カムサハムニダイムニダ、明日お話よろしくね、よろしく、ありがとう。リチョコやさサンタクロースがプレゼント見て売ってきたらどうする？奪うよ、リサコは。めっちゃ奪えます。どういうこと？めっちゃ奪うめっちゃ奪うかも。マジでリチョコの鼻だれ声見たかったのですが、すぐ泣く値。ホタテ泣くなよ本当にホタテが書いてくれるポスト嬉しくて、自分まあ明日話すけど詳しくは。来いよ、絶対来いよ明日終わったら届かない手紙書きます。届くんよ、それが。小平のなんて読むに決まってんじゃん、絶対見るよ。まあ明日、え、あっち明日ってさ、お話し会も通称も来てくれるの？どっちも来てくれんの？私前でお腹がなっても、なんかリチョコ、うち大好き、ありがとう。リサコ、うちの一番になれて嬉しい。オーディションの時からずっとだから嬉しい、ありがとう。うち嬉しいよ、めっちゃ覚えてる。剣はあるのでご挨拶に、ありがとうね。覚えてる、自分も。そう、リサコ記憶力はあの、もう人間よりいいんで本当に。明日のリチョコ、ありがとう。明日の服は黒です。多分豚汁を飲むためにりさこさん多いです。豚汁ですか？あ、でも最近本当に申し訳ないんですけど、自分豚汁飲んでなくて、今コーンスープ飲んでますよくコーンスープ飲んでます最近。そうい、くのですが、まずは枚数増加に起因します。起因します。まあいいだろう、まあ楽しみにしてからな。だってのね、通称のね、リサコって叫ぶやつマジでおもろいから、明日も聞けるのかな。やっほー、リサコの明日の服楽しみだよ。え、そんな大したことじゃないんです。大した服じゃないんですよ。でもいいです、通称だけになるか、どっちもなるだと思うか、最後の時はさよ。ありがとう、聞いてくれて。早く会いたいです。明日はリチャコ持っていくよ。え、何持ってくんの？あと昨日からステージがサッカーしよう。そうなんだ、エディオン上ってこと。尊い、ありがとうだろ。やっぱリサコ尊いわ。コーンスープはイチゴ、そうなの、イチゴはコーンスープ飲めないから、だから別にどういうこともないんですけど、飲めないんです、いちごコーンスープ。国語3点とか言わないで。誰が国語3点、きっ
とごくごく取材がね、泣いちゃうかもしれないね。豚汁ネタも懐かしい。夏それな、さっきお話し会で話したね。じゃあちょっと音楽します。音楽じゃない、なんだっけ、カラオケします。ワンチャン最後の配信だから。めっちゃコンタクト取れそう。ちょっとちょ、あ、本当にお前落ちんな、お前本当に、ちょっとマジで無理、怖っ、無理、ちょっと待って、本当に気をつけて、はあ、怖すぎる。もう今画面ひっくり返ったらマジで終わるから、本当に。あいうえお、え、これうるさいかな、あー、あ、そう、聞こえないから自分の声。何歌、え、それな、何歌ってほしい、何でもいいよ。まあ最初はやっぱり、何歌おう何歌おう、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 何歌おうかな。なんかありますか、何でも歌えたら歌えます。あ、僕の太陽いいね。じゃあ僕隊から行こう。あ、僕海もいいね。あと音楽ってこれどうやる、あ、これか、え、どれどれどれ、え、カラオケなくない、あった、選ぶ、あ、なんだっけ、僕の太陽か、僕の太陽公園、太陽、え、声出るかな自分、あ、次は僕海を歌います。さっき見えたので、あれ、これどうやってんの、あ、これか、僕歌えるかな。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。何歌おう、なんかありますか、なんかありますか、泣けてくる、泣けますねこりゃ、なんかありますか、なかったら何しよう、君のことが、あ、いいよ、君好き、あ、りさこがファンさしたやつ、いいよ、君の、待って、歌詞覚えてるかな、が好きだから、待って、歌詞なんだっけ、ありがとうございます、あ、髪食べちゃった、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありますか、次、なんかありますでしょうか、曲、奇跡、あ、いいね、奇跡しようか、
理由なの。あ、奇跡入ってない、これ入ってない。大好きな人するね。じゃあホタテ言ってた。やばい、コンタクト取れそう。ありがとうございます。あと時間的に1分、あ、1分じゃない、1分じゃない、1曲かもしれない。最後は何で締めようかな。やっぱこれっしょ。ちょっと私の、あ、ちょっと待って、違うの出てきまずい。ちょっとごめん、全然違う、みんなと、ごめんなさい。泣きそうだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、え、取れた、あっぶな、ありがとうみんな。明日もやるかもなので、わかんないですけど、でもカラオケは終わりかな、わかんないけど。え、どうしよう、もう一曲歌おうかなと思ったけど、もう暗闇で最後なので、みんなありがとう、ありがとう。最後に私が、あ、待って、歌いたい曲もう一個あった、ちょっと待って、歌いたい曲があった、ちょっと待って、ちょっと待って、りさこが練習した曲あった、あった、あった、これちょっと練習したんだよね。ちょっと待って、忘れてた、忘れてた、ちょっと待って、待って、あれあれあれ、あのね、いちごとの思い出がある曲、待って、名前忘れちゃった。